久保さん、そんなことがあったんですね。全く知らなかったんですけど。まあ、今回ね、いじめを克服する方、いじめを、いじめを、なくす方法。いじめを克服する方法うん。ま、その、まあ、まあ、ちょっとタイトル考えますけど、まあ、僕いじめられて、小学校の時いじめられてたんですよね。どういういじめかっていうと、集団死かとですね。 女性陣全員から、全員から半年間ぐらい一言も喋れき、口聞いてくれないみたいな。だ掃除の時間とかね。もうしんどかったですね。なんかす、なんかあの、なんかつけとか運ぶじゃないですか。もう全部仕方なんで。あれはね、きつかったですね。まあ言葉の暴力、言葉の暴力もありますけど、言葉を交わせない暴力もあるっていうね。仕方はきついっすね。じゃあそのね、 あの僕がそれをどう克服したのかでいいか。あの、まあ、最終的には、あの、僕はいじめを克服したわけなんですけど、ま、あその発端になったのが、あの、児童会長っていうね、僕小学校6年生の時児童会長になったんですけど、ノリでね、バカなんで、児童会長になりたい人っつってね、はーいみたいなを手を挙げて、で、そのせん、僕しか手を挙げなかったんですよ。<laughs> で、で、 あのー、学校の担任の先生はね、まあ、推薦。学校の担任の推めみたいな推薦みたいなね、その頭のいい子ですよね。できる子をあの推薦したんですよ。で、僕とその子の一騎打ちで、まあ、3年、小学3年生から6年生までの投票で、まあ、選ぶみたいな。で僕は、あの、人気投票で、人気投票でね、受かりまして <laughs>。 ま、なんで受かったのかっていうと、まあ、小3とかね、あの、僕、ちっちゃい子にも、ウィーみたいな感じでやってたんで、なんで、その、低学年、小3、小4にも人気者だった部分があります。ね。<laughs> あの、人気者というか、声をかけてたっていうね。なんで、その票が集まったっていうところですよね。うん。で、ま、そっからその、ま、女子ボスっすよね。そのボスが、なんであいつが受かったんだよ、みたいなね。 で、すけどでその時に僕がやったことは何かっていうと、無視されてもギブするってことですね。無視されてもギブすると。まあ、何やってたかっていうと、無視されても、あ、いいよ、それを俺がやる。こい、ね、未だに何十年前ですかね。何十年前の光景だけど、今、鮮明に思い出しましたけど、話しながらね。<laughs> こう その机俺持つよっつったのそれでもそれでもいやお俺持つからっつってああいいよそれやっとくよとひたすらそれを繰り返しましたねでそしたらそのまあね女ボスがいて女ボスに命令されてやってるのでまあもともといじめたくていじめてるわけではないんですよねだから一人一人ねあの落としていくっていうね一人一人 なんか、ごめんね、実はこういう事情で、みたいな。で、一人一人こっちに、まあ、入ってって、まあ、最終的に、ボスと話し合いですよ。で、まあ、あごめんね、みたいになったんですけど。<laughs> なまあ、あのー、無視されてもそれでもギブするっていうね。そう。嫌なことされてもギブするっていうね。これはなかなか難しいと思いますけど。これなんで俺できたんだろうな、ちょっとわかんないですけどね。 なんか考えたのかな自分なりに考えたのが分かんないですけど、ちょっとそれはなんでその戦略が思いついたのか、ちょっとまあ、それは忘れましたけど、うん、なんかまあ、ボスは無理でも、下はいけるだろう、みたいなね <laughs>。みたいな <laughs>。うん、みたいな感じでなんかそういうふうにやってきましたね。うん、まあこれはなかなか難しいかもしれないけども、まあ僕の事例ですね。うん。だからその萎縮するんじゃなくて、 攻めは最大の防御っていう話がありますけど、行かれてもまだ行くみたいな。うーん。まあ結構それ、どうなんですかね。<laughs> まあ今のいじめと昔のいじめは、まあ、質が違ってるので、まあ、僕のやり方は今の現代のいじめを克服できるかどうかわからないですけど、で、これをまあビジネスに転換するとね、 ウ、まあ、万マン長者合宿でも、まあ、言ってましたけど、買わないお客さんでも攻めるっていうね <laughs>。買わないお客さんでも振り込んで作っていくっていうね。買わないお客さんでも Q&A 取っていくっていうねうん。結局それが僕の味になりあの、結局それで売れるっていうね、まあ。その人に売れなかったとしても、その姿勢を見ているある人が買ってくれたりとかね。うんだから結局、攻めたもん勝ちかなと。 いうところでございますね。いってらっしゃい。